と B 個室ソロ。15車は A 個室ロイヤルと B 個室トゥエットです。禁煙車両は1号車、5号車と6号車ロビー、7号車食堂車が禁煙です。お待たせいたしました、上野行きの寝台特急北東線です。発車いたします。ドアが閉まりますのでご注意ください。
ご利用いただきましてありがとうございます。上野行きの寝台特急北東線です。一番前が1号車で12、一番後ろが11号車です。で禁煙車両は1号車、5号車と6号車ロビー、7号車食堂車が禁煙です。6号車にはシャワールームがございます。なおシャワールームご利用の際にはあらかじめ6号車ロビーかまたは7号車食堂車でシャワーカードをお買い求めください。シャワーカード320円で発売しております。7号車の食堂車グランチ車利用は予約制です。ご予約をされているお客様は後ほど係の者が放送でご案内をいたします。個室をご利用のお客様、お部屋の鍵は後ほど車掌がお渡しいたしますので少々お待ちください。それではこれから止まります駅と到着時刻ご案内いたします。次は南千歳に止まっています。続きまして苫小牧、上り別、東室蘭、伊達門、鉄道屋、おしゃばんて、八雲、森、函館の順に止まります。で函館には21時6分着きます。仙台、明朝4時33分、福島5時36分、郡山6時15分、宇都宮7時50分、大宮9時ちょうど、終点上野には9時25分の到着を予定しております。またご参考までに青函トンネルには22時11分頃に入ってまいります。トンネルを出る時刻は22時50分頃を予定しております。なお青函トンネルのご説明は途中の函館を出ましてからご案内いたします。皆様にお願いですが、盗難防止のため貴重品、特に現金は体から離さないようご注意ください。また火災防止のためベッドでの寝た箱はおやめください。パジャマ姿、浴衣姿、備え付けのスリッパでの食堂車ロビーのご利用もご遠慮ください。車掌は JR 北海道札幌車掌所池下と田中がご案内いたします。車掌室は5号車と11号車です。ただいまから乗車券、特急券、寝台券を拝見させていただきます。また部屋の数、ベッドの数多いためお時間をいただくことがございます。誠に恐れ入りますがご協力をお願いいたします。また北斗星の最終運行が近づき、今日も多くのお客様にご利用いただいております。本日は満席でご利用いただいております。お客様に安心してご利用いただけますよう、車内や駅の巡回警戒を強化しております。お気づきの点がございましたら車掌または駅係員にお知らせください。本日は寝台特急北斗星ご利用くださいましてありがとうございます。次は南千歳に停まります。
案内いたします。まもなく南千歳着きます。出口右側です。お願いいたします。まもなく苫小牧着きます。出口左側です。
ご案内いたします。まもなく東村に着きます。出口右側です。
たします。まもなく伊達門別に着きます。出口は右側です。伊達門別では先行いたします特急列車待ち合わせのため6分ほどお待ちください。また降りの際ホーム段差がありますので足元には十分ご注意ください。まもなく伊達門別出口右側です。6分ほどお待ちください。まもなく長万部着きます。出口右側です。
けが動いてる。
こ。
Thank you.
になっちゃったよ。パンパンになってたます。心霊特急北斗西号を ご利用くださいましてありがとうございます。列車はただいま時刻通りに運転をしております。次は宇都宮に停まります。次の宇都宮には7時50分に着きます。大宮には9時ちょうど、終点上野には9時25分の到着です。車内のご案内をいたします。列車は一番前が1号車、一番後ろが11号車です。食堂車は中ほど7号車です。ロビーカーは6号車です。機関車は1号車、5号車、6号車ロビーと7号車食堂車です。また
各車両のデッキ通路も禁煙でございます。ご協力をお願いいたします。寝台の上段ご利用のお客様、はしごの上り下りの際にはお気をなさいませんようお気をつけください。洗面所ご使用の際、外されました時計、メガネ、指輪などお忘れになりませんようお気をつけください。食堂の営業につきましては準備でき次第この放送にて食堂の方からご案内いたします。次は宇都宮に停まります。7時50分に着きます。お待たせいたしました。宇都宮、到着いたします。9番線に到着です。降り口は左側です。ホームとデッキの間少々段差がございます。降りのお客様お足元お越しください。宇都宮です。降り口は左側、9番線に到着いたします。Thank you.
Thank you.
内でございます。ホットコーヒーや冷たいお飲み物、デザートに北海道の牧場でお作りしたアイスクリーム、車内限定グッズご用意しております。お近くお通りの際にお声掛けくださいませ。
ご乗車ありがとうございます。列車あと10分ほどで大宮到着をいたします。大宮で降りのお客様、お支度の上、お待ちくださいませ。大宮には、大宮駅4番線到着です。降り口は左側です。接続の列車ご案内いたします。上越北陸新幹線、ご利用のお客様、新幹線ホーム18番線からの発車です。上越新潟方面、北陸、金沢、長野、金沢方面の新幹線は、新幹線ホーム18番線からの連絡です。変わりまして、高崎線は8番から11番各ホームからの発車となります。京浜東北線は1番線、2番線のホームからの発車となります。変わりました。埼京線、川越線、地下ホーム19番から22番線からの発車でございます。次は10分ほどで大宮到着いたします。またただいま放映中のビデオ放映はこの放送も中止で終了させていただきます。途中ではございますが、ビデオの放映はこの放送もしまして終了させていただきます。ご乗車ありがとうございます。結構まっすぐにするとさ、ギャップも気になる。
すげえもうこんなビール向けになってきた。なんか入れちゃったよ。もう今回は10分だよ。いたしました。列車まもなく大宮4番線、到着いたします。降り口左側です。降りの際忘れ物なさいませんようご注意くださいませ。まもなく大宮4番線に到着いたします。大宮から先、終点の上野となります。大宮から、終点上野まで23分ほどで到着となりますので、ご自宅の方よろしくお願いいたします。まもなく大宮です。
洗面所すっげえ凍ってきちゃったからさ、うん、で充電できなくなった。変わらずに、うん、昨日の夜もそうだったよ。15分ぐらい充電してた時に、ああ歯磨きする人で10分ぐらい充電したけど、のだせがいました。私は生き物を出せになりました、一瞬カスカベかと思ってカスカベの先、大宮まで行くんだね、あの電車から乗ってないで、
Thank you.
列車はただいま時刻通りに運転をしております。およそ6分で終点上野に到着いたします。上野13番線に到着いたします。お出口は右側です。各方面お乗り換えのご案内をいたします。山手線内回り田端池袋新宿方面は2番線からの発車です。山手線外回り東京品川渋谷方面は3番線からです。京浜東北線赤羽大宮方面は1番線からの発車です。京浜東北線東京川崎横浜大船方面は4番線からです。常磐線松戸取手方面は9番線10番線からの発車でございます。甲府松本方面、中央線特急電車は新宿始発です。山手線内回り2番線の電車をご利用いただき新宿駅でお乗り換えください。
東海道山陽新幹線、東海道線、京葉線、総武快速線、横須賀線、中央快速電車は東京駅でお乗り換えです、ご利用のお客様は、3番線の山手線外回り電車または4番線の、京浜東北線と7番線、8番線の上野東京ラインをご利用ください。上野駅中央改札口、バス、タクシー、地下鉄、東京メトロ、銀座線、日比谷線、京成線ご利用のお客様は、列車到着いたしましたら進行方向前より1号車よりにお進みください。また各ホームの8号車付近、また到着ホームの8号車付近には、各ホームへ連絡いたします。階段エスカレーターがございます。まもなく終点上野に到着です。降りの際には、車内にお忘れ物なさいませんようお手間にお確かめの上お降りください。札幌からの北斗西号をご利用くださいましてありがとうございました。見える？仕事してるの見える？関口さんとか見える？日暮里じゃないでしょ。もうちょっと先だよね。
だって泊まるところだから。なんでこうなってんじゃん。13番線とか14番線とか。10番線のところに泊まるの？10番線の隣の下の方。へー。あそこいろんな方入ってくるとこ。え、トイレがあるとこ？そうそう。下の方も入ってきた。あの正面玄関からまっすぐ行けた。すごいよ、いっぱい人がいて。ここでフリーに入れるかもね。でも自分の逆だったら入りたいですね。